ボインネビル軍は、アメリカ合衆国アイダホ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は10万4234人であり、2000年の8万2522人より26%増加した。軍庁所在地は、アイダホフォールズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アイダホ州東部では最も人口の多い軍であり、 州全体でも、エーダ軍、キャニオン軍、クートニー軍に次いで、第4位である。ボンネビル軍は、1885年まで、オナイダ軍の一部だった、ビンガム軍から分離して、1911年2月7日に、設立され、軍名は、フランス生まれのアメリカ合衆国西部探検家かつ、罠領主であり、アメリカ陸軍士官にもなったベンジャミン・ボンネビルに、ちなんで名付けられた。 ボインネビルは1830年代にオレゴンカントリーとグレートベースンを探検したことで著名である。軍全体がアイダホフォールズ大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1900.65平方マイルであり、このうち陸地は1868.48平方マイル、水域は32.18平方マイルで、 水域率は1.69%である。スネーク川が、群内北西を流れており、ワイオミング州との宗教のパリーセーズ貯水地から、始まっている。この川は、北川郡境のほぼ中間で群から一旦離れ、屈曲して、約20マイル西で、再び群内に入り、南西のアイダホフォールズ市に流れている。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。パリセーズダムと貯水池。ありがとうございます。